小規模建築を気まぐれに行うこの動画、そしてリペローです。この動画はサクサクと進めていくためカット多用、ちょっとした時間に見えるように動画時間が短くなっております。現在リスポーン地点であるジャングルに建てた売店カッコ仮にいます。売店の外観はこんな感じ。影モッドを使ってみます。夜景もどうぞ。そろそろ建築していきます。売店の隣に何かを作っていきます。とりあえず床と橋を作りました。この床の支えですが、売店のものとは違う感じのにしてみました。理由はなんとなくです。橋は中をスカスカにして風通しが良さそうにします。ツリーハウスの端ってこんな感じかな。続いて何を作るかまだ決まってないこの場所に何かを作ります。私の建築は基本ノープラン。作ってるうちに何を作るかはっきりしてくることが多いです。しばらく瞑想するのでカット。瞑想した挙句、民家を作ることになりました。サクサクと勢いに任せて作っていきます。かなり小さいですが、木の上なので仕方ない。住民の方には我慢していただきましょう。かなり効率悪いですが、左右対称となるように交互に作っていきます。ちなみに、マイクラの音がありませんが、録画ソフトの設定ミスです。私は、聞かなければいけない音というのはないでの、これはこれでありかもと思っています。形はできてきた。民家の完成に向けてカット。民家が完成し、安全のためのフェンスを張りました。売店から来た人々はこんな感じなんだろうなぁと想像。いざ民家の中へ。狭いな。何もなかったところに椅子と葉っぱを設置。端にも屋根をつけてみました。ぐるっと周囲から見てみましょうか。それでは影を入れて歩き回ってみます。
かなり短くなりましたが、楽しんでいただけたでしょうか。次回からはもうちょっとだけ長くなる予定です。今回は、この辺りで締めさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。